日本鹿児島県薩摩仙台市、高江町、高江町は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩郡高校、豪高江村、薩摩郡高江,江村大技、高江、川内市高校町。郵便番号は八九9の零一三一人口は千五百三十八人。世帯数は七百三十世帯。高江という地名は状況四年に簡択による進化が、できるまでは、 川内川の入り江が深く入り込み、周囲を高い丘に囲まれた地境にあったことに由来する。薩摩仙台市の本土側の西部、川内川下流域から川口付近に位置する。阿座駅の北方には、薩摩仙台市小倉町、湯島町、南方には、市菊式の市荒川、西方には、市菊式の市橋島、薩摩仙台市、寄田町、栗崎町、東方には、 薩摩仙台市青山町、宮里町がそれぞれ隣接している。現在の浅い木内にある川内川沿いの水田地帯の多くは沼であったが、遠方7年に川内川の干拓に着工し、上京4年に竣工した。この干拓工事によって水田が造成された。その際に川内川の堤防として建設された長崎堤防は治水のために形状が、ノコギリの葉の形状をしており、 その点が評価され2011年に土木学会戦争土木遺産に指定された。この造成によってできた水田は高い水田と呼ばれている。この水田は低地にあるためたびたび水害や塩害が発生するなど大きな被害を受けたとされている。阿佐駅の北部を川内川が流れ、これに沿って鹿児島県道43号川内区式の線が東西に通っている。沿線には 薩摩仙台市立峰山小学校がある。南部には高井山地が東西に連なっている。また、地域内を南九州にしまわり、自動車道川内熊野城道路が通り、薩摩仙台高井 IC が設置されている。高井という地名は南北長期より見え、薩摩国宮里号のうちであった。火略3年の新殿宮座他人教名を注文案に、宮里号のうちに、 高江氏に関する記述があり、この地を治めた高江氏は、宮里氏の氏族にあたり、宮里氏の領土から分譲され、高江に移住した高江氏を名乗ったとされている。鎌倉期になり、大安五年に、峰城合戦と呼ばれる北朝寄りの総州や島津市と、南朝寄りの乳来院市の合戦があり、その後、高江の地は、この合戦に勝利した、英力院氏の配下となった。年に、 宗州や島津市によって、入り金市生伐が行われるが失敗し、また同時に、宗州島津市と欧州島津市の争いとなり、当時薩摩国内でも、有数の規模の港であった京白が、欧州や島津市によって焼き払われるなど、な内に、甚大な被害を与えた。戦国期になり入り金市は、高江や宮里などを、島津市に侵入し、島津市の直轄領となった。江戸期には、 薩摩国薩摩氷高江郷のうちであり、薩摩藩直轄領であった。村高は、御ひ門雑誌及び、天保郷町では1578国余り、急行給料では2778国余りであった。1889年に町村制が施行されたのに伴い、高江郷の区域より、高江村が成立し、江戸期の高江村は、高江村の大技、高江となり、 高原社には高江村の村役場が置かれた。1956年に高江村が川内市に編入され、川内市の大技、高江町となり、2004年には川内市などが新設合併し、薩摩仙台市の大技となった。薩摩仙台市立峰山小学校、高江郵便局、教育郵便局自社市立小中学校の学区は以下の通りである。 薩摩仙台高い IC 高規格感染道路県道、ありがとうございます。